小笠原投手が一投して、バトンが祖父江投手から、そしてピンチワンアウトランナーセカンドという場面、左バッターを迎えたところでの登場になりましたけれども、マウンドに向かうときはどんな思いだったんでしょうか。お願いします。ちょっとすいません、ドラゴンズファンの皆様、ちょっとすいません。今も残ってくださる横浜 DeNA ファンの皆様、皆様のおかげで、並びに三島選手のおかげで、僕はここまで投げるようになりました。本当にありがとうございました。そうですね、ちょっとドラゴンズファンの皆様にはちょっと静かにしていただいたので、ありがとうございます。改めてどんな思いでマウンドに上がったんですか。そうですね、三島さんのおかげで僕はここにいると本当に思ってますので、それから、ドラゴンズファンの声援の力が、ああいう厳しい場面でも自分のパフォーマンスが出せたと本当に思ってます。小笠原投手の素人心を守り抜くということで、まずは佐野選手が登場、強打者です。どんな思いで向かったんでしょう。そうですね、スターティングメンバーの並びを見て、投げるなら1番2番だろうというふうに、試合開始から準備ができたので、そこで使ってくださった監督に、本当に感謝したいと思います。追い込んでから決め球はインコースまっすぐ、いいボールでしたね。そうですね、自分の中でも投げ切ったっていう感覚もありましたし、際どいコース構えてくださった木下さんに、本当に感謝します。そして最近絶好調の関根選手に対してはスライダー攻めでした。今日の切れ味どうだったんですか。そうですね、やはりそういうのも、関根君の頭の中にも入っていると思いますので、お互い待っている球、僕は思いっきり投げれる球、そういうがっぷり四つの勝負ができたのが、本当に嬉しく思います。今日は最後ライブの方針が締めて初めてのカップリレーということになりました。これからもどんどん見せてほしいんですが。そうですね、皆さんが思っている大福丸っていうのを復活させたいなと僕は個人で思ってますので、僕が頑張ればそうなるかなと思うので、これからも精一杯頑張ります。ライスピッチング4つのホールの獲得、福藤でした。さあ、そして